ボタンと紐で作ったもの、ブンブンゴマとは、中央部に開けた二つの穴に通した紐を引くことで、板を高速回転させる伝統的なおもちゃである。回転時に出る、風切れ音から、ブンブンゴマ、ビュンビュンゴマ、あるいは、小風ゴマなどと呼ばれている。英語圏では、ボタンワーラギックス、または、ボタンスピナーとも言う。同様の玩具は、戦士時代より、世界中に広く存在している。 多くは商品として売っているわけではなく、自作して遊ぶものである。作り方は任意の形状の厚紙などの中央に対照的になるよう二つ穴を開け、紐を通して結んで完成となる。紐の両端をしっかり持ち、紙をくるくる回転させて、紐を数回ひねった後、紐の両端を外側に軽く引っ張っては、緩めることを繰り返すことで回転し続ける。 材料やコマの大きさ、形、力の加え方を変えることで音が変化したり、色を塗ることで独特の色調が現れたりする。さらにコマの作り込みや力の入れ具合によってはうまく回転しない場合もある。ため、工夫を必要とする遊びと言える。作り方の工夫次第では色を何色にも変えることも可能。単純な仕組みで高速な回転を得ることができるため、電気のない壁地で、 血液検査に必要な遠心分離を行う、極めて安価な手段として提唱されている。回転数は毎分12万回転、遠心加速度は3万 G になり、2分間で血液から結晶を分離することができる。イヌイットのおもちゃ期限前5世紀頃の風習、マリン文化の遺物として見出されている。インディアンは儀式にも利用していた。ありがとうございます。